Eight decades ago, in 1935, the New Market was completed. It was the birth of what would become known as the world's greatest fish market. One of our所作であったり、 思いっていうのが全部その食べる人にまで伝わると、品物に気持ちを乗せてお客さんに届けると、それがあの我々の使命ですし、我々がこれからもしていかなくちゃいけない、築地人として一番人としてしていかなきゃいけない。魚って一匹ずつ価値観違うんだよ。仲卸の仕事は評価機能と文化機能を持つ。世界中の一番っていう食材は全部ここに集まってる。品物のいい悪いは我々が、それこそ道聞き。ただ俺はもう本当に自分の好きなエビを好きな人に売るだけ。今日少し大きいけど、はい、天然だ。築地は人間売ってるだよ。その人間に惚れて買いに来る。今日はちょっと無事あります。職人がいる場所だから。一番いい場所。はい。だってあそこなかったら商売流れないんだから。僕は売り買いというのは戦いだと僕は思うんですよ。今ちなみに言い悪いわけでんだけどね、だから朝一番に背馬かけて芋を隠したわけ、中川に。それをどうするか、中川にの腕なの。まあ基本的には気にならないマグロお客さんには渡さないんで、はい、今日は一応山頂用意してください。すんごいね、この油が半端じゃないね、これ。でもこっちじゃない、寝かしてこっちだろ。まあ1ミリでも妥協すると、もう気づいた時にはもう2ミリ妥協してるんですよね。And maybe the intensity is partly the passion. I don't know of any other place in the world that has such a long history and rich traditions. One of the seven food wonders of the world.And to me as a chef, it's one of, I mean, if you're an archaeologist, you go to the pyramids. 世界一じゃないですね。世界唯一です。The only one です。あれに匹敵するなら世界中に行ってもらえ。Over decades, it's seen the world change and millions of people come and go. The name of this market is Tsukiji.